ですね、こちらですね、タイヤ先に外そうと思ったんですけど、このリアプレートね、バックプレートがね、ちょっと邪魔なんで、こちら外します。ここに、まあ、大きいプラスネジが、ね、2個隠れてるんで、こんな感じのね、短めのプラスネジ。これが隠れているんで、これを上下外していきます。よっ。うん。そうですね。多分そっちの方がいいですね。うん。ずれましたね。そうするとこれ分割できます。よいしょ。ネジもう一個いた。ここにいた。見えない。見えない場所にいました。ごめんなさい。下にもいましたね。よいしょ。はい、ネジがもう一ついました。下側のこの内側のガードも外しました。だいぶこれでフリーになりました。さあ、ようやく外れたところで。少し隙間を作ってこのまま外しちゃいます。スプロケ側ですね。こういう風にハブになってます。で、一応この内側にはこういう樹脂製、まあこれ大体ゴムなんですけど、こういうクッション材が入ってるんですね。あんまりこの変速色とかを抑えるためにゴムが入っております。で、反対側、こちらドラムブレーキなのでこういう感じでねついております。で、さっきここずっと外れなかったここのモゴモゴしてたんですけど、このブレーキのこのシャフトっていうか、このプレートと下ここのボルトがですね、なかなか外れないんですね。どうなってるんだろうと、もうがっちり固定されちゃってるのかな。なんか変な風に噛んじゃってますね。お、外れた。これはすぐには外れない。本当はここがスルッと外れて、こっちのね、ナットがね、スポンって抜けるんですけど、ちょっとここで変形しちゃってるかもしれないですね。少し摩耗して変形しちゃってる可能性があるんですけども、まあ、これはこれで一応置いてます、このまま。で、あ、ようやく、これでとうとう、リアタイヤ外れました。井上っていうメーカーが作っているタイヤですね。小排気量のバイクであれば、僕もですね、この井上っていうところのタイヤ結構頻繁に使っております。製造が2011年の第8周ですね。なんでもう10年選手です。だいぶ頑張ってくれました。もうセンターもないですね。もうひびも割れてるし、もう最悪な状態です。はい、続いてはフロントのスロケットですね。まあ、同時にチェーンも一緒に外していきたいと思います。フロント結構楽かな。こちらの見えているボルト、メッキがかったボルトですね。外側は化粧ボルトになってて、でこういう見えにくいところは全部こういう風に鉄のさらしになってるんですね。1本ここですね。ちょっと長めですね。多分間違わないと思います。1本、あと下側ちょっと形状違う、これがアッパー側でこれロア側、まあ、こうやってあのネジが切ってない部分があるんで、こんな感じで、ね、間違えないようにしてください。そうするとこう本当ねカバーが開けられます。はい、このカバー外した上側にですね、こんな感じでなんかですね、配線がついてるんですけど、ごめんなさい、ちょっと僕これの知識が、バーディの知識あんまりなくて、なんだかよくわからないんですけど、何なんだろう。わかる方、ぜひ、コメントで教えてください。ちょっとよくわからないんですけど、まあ、これとりあえず外しておきます。さあ、ここまで来れば、あとはこれ、チェーンが外れますね、もうね。あ、ちなみにですね、これチェーンは、クリップ式を使っております。ここにね、クリップ式、これ。とりあえずね、こっち外しちゃいますかね、先に。クリップの外し方は、まあまあまあ、非常に簡単で、こちら開いてる側と閉じてる側ってあるんですけども、開いてる側を押したいんですよ。押す場合は、こっちの閉じてる側の、このボッチの部分にかけて、こんな感じでね、グッと
これでギュッてやってください。そうするとこれ少しずれますよね。であとはここの隙間とこっちのぼっちをこんな感じでクッてね押してあげるのもいいし、端を押してあげるのもいいです。こんな感じでクッと、はい、こんな感じで、はい、プレートが取れました。これちなみにですね、分かりづらいと思うんですが、進行方向に対してクリップをつける場合は進行方向ですね、チェーンが回る進行方向に対してこういう閉じてる側が前に、まあロケットみたいな形だから分かりますよね。進行方向に対してこういう風に取り付けてあげます。はい、これとあとここですね、外側のプレートですね。あくまでクリップ側はこういう作りですよっていうためのねものなんで、こんな感じで。これ昔はこれ CM 式だったんかな、間にもしかしたらなんかゴムのねワッシャーとか入ってたかもしれないですけど、ノンシールか、まあ今のところこう何も出てきてないんで、ただのチェーンかもしれないですね。ノンシールチェーンってやつですかね。はい、忘れましたね。でもチェーンはこれは再利用しないのでこのまま外しています。はい、でこれで、チェーンの取り外しは完了です。さあ、フロントのこのスプロケを外したいと思いますが、これ割れてんだな、これ多分ここ一体だったんですよ、これね、これ一体なんですよ、ここが。これが何だかちょっと不明だったんですけど分かりました。とりあえずですね、これちょっと外してみますね。よいしょ、ウィールは吹き出してこないはずで、中を見てみればわかる。あー、なるほどなるほど、うん、ここに接点が一つだけあるんですよ。で内側にこっち見えますか、はい、これこのポッチみたいなので、これが押せるようになってんですね。こうやって動くようになってます、これ動くようになってますね今ね。でこれが多分ギアを入れるとこういう風に戻ってきたりずれますよね。でやっぱりこれはニュートラルスイッチの設定だったんですね。で一応まあこれも違うこう壊れてしまっていますが、多分ちょっと接点きれいにしてここを、修理すればまた使えるようになるので、ちょっと修理して頑張って修理してみたいと思います。これはちょっと後ほど。ありがとうございます。はい、で肝心なこちらのスプロケット、フロントのスプロケットなんですけども、これリトルカブだとここに多分遠見入りのねボルトが2つついていて、このアウター側にねこのスプロケの内側にプレートがついてて、そこに透明のボルト2本で止めてるようなね、そんなイメージだと思うんですよ。でそれがないっていうことは、これはですね、よく見ると内側にスナップリングが入ってるんですよ。これ分かります、この小さい穴、穴が2つついてスナップリングがここに入ってるんですよね。でこれは特殊工具、本当はねスナップリングプライヤーとか使って外すのはいいんですけども、大体みんなやっぱりそういうの持ち合わせてないですよね。その場合は、まあ、これあんまりおすすめはしないんですけども、あのこういうピックとマイナスがあれば外しちゃうんで、やり方だけ教えます。このスナップリングプライヤーがまず開いてる、このね2つ穴があって開く口見えますかね、このねスナップリングがありますよね、スナップリングがありますね。この反対側ですね、反対側に隙間が絶対あるんですよ。隙間が絶対あるから、その隙間こんな感じでマイナスを使ってこんな感じで少し広げます。ちなみにギア入れておいた方がいいです。これギア入れとけばここ動かなくなるんで、この反対側ですね、こうやってぐーっと外側に向かってスナップリングを広げていきます。こんな感じで、そしたらばフロントが浮くんでね、こっち側がちょっと浮くんで、ちょっと見えないかな、こうやってグッとこじるような感じでね、ねじってもいいですけど、ちょっとこっち回っちゃうんでね、やりづらいかな少し。そしたらばこの浮いた部分、フロントがこの本来スナップリングプライヤーとかでかける部分
をこういうピックを使って少しこうやって浮かしてあげます。こうやって今浮いてるの分かりますかね。あ、ちょっとこれ動きやすいな。こんな感じでね、はい、こんな感じでこのこっちが左手でこのマイナスでこじってあげて少し隙間を作ってあげます。作業手順で見えなくなっちゃうところなんですけど、少しそしてピックでこのフロント側ね、見えますか、ちょっとね浮くんですよこっち側が。よいしょ、こんな感じで見えますか。よいしょ、こんな感じで、よっ、よし、動いた、動いた、動いた、はい、こんな感じです。見えました？うん、この、あ、今ちょっと飛んでちゃったんですけど、なくさないように気をつけてください。このサップリングプライヤー、先ほどねちょっとこれを図で図がないんでこれでやっちゃいますけども、反対側ですね、ここの本来かける部分と反対側こんな感じでマイナスを入れて、でそこを少しこうやってねじって、こちらが広がります。そうすると広がったところをこのピックでこう角度ついたやつがいいですね。こういう角度ついたやつでここ側に、ね、ここにね隙間をグッて入れて、手この原理を使って浮き上がらせてあげる。そうするともうあとはクッて引き抜いてあげればピンって外れます。でさっきみたいに飛んでってしまう可能性があるんで、そこは気をつけてください。それでスナップリングプライヤーをスナップリングプライヤー外したらば、あとはもうスプロケはフリーになっておりますので、このまま引き抜くだけですね。はい、こんな感じです。で何丁ですかねこれね、この親指で支えているところが1番目でございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あ、やっぱ12丁でした。前情報を調べてたものが、12か3だったので、それをですね今度こちら北湖のね、スプロケを使います。もう一目見ただけで分かりますよこの大きさの違い。こんな感じ、一回り大きいですよね。こっちが純正の12丁で、こちら北湖の14丁ですね、のスプロケです。肉抜きもされてですね、少しかっこいい感じがします。で、このまんまあとは入れて、使用するんですけども、中にはここにこういう風に純正だとこういう風に、ね、樹脂が貼っつけてあるんですよね。樹脂部品、これ樹脂なんですけども、樹脂部品がこんな感じでスプロケの周りにねこういう風についてるんですよ。これは音防止ですね。これこんな感じで貼り付いてるの分かりますかね、ゴムみたいなこんな感じなんで音防止ですね。ジャダ音っていうかそういうものを軽減するためについております。まあ、これ当時の作りなんでこういう感じになってますけど、今はもう何ていうんですかね、こうしてチェーン自体に、あんまり音が出ないようにそういうねシール式のものがあったりとかついてるんで、今はそんなに特に必要ないかな。あんま音がうるさいっていうのを感じるのであれば、ここの間に何かで詰める人も中にいるみたいです。ゴムの、わざわざシールを貼って遮断音を減らすっていう方もいるらしいんですけども、私は今回は無視します。このままつけていきます。とりあえず外すところまではここで一回終了ですね。それではですね、スプロケットを外し終えたので、その前にですね、こちらのぶっ壊れてしまった